こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。来週、サマーインターンに参加するのですが、会社説明の後、社員との座談会があると書いています。座談会とは具体的にどのような感じなのでしょうか？こちらに回答していきたいと思います。サマーインターンにはですね、大きく分けて4つの種類がありますので、今回ですね、そちらについて触れながら座談会について解説したいというふうに思います。その4つとは、1、会社説明、2、グループワーク、3、職場体験、4、座談会です。1の会社説明についてはですね、ワンデーのサマーインターンであれば、大体会社説明、あるいはご質問いただいたような会社説明からの座談会という形になることが多いように思います。会社説明は文字通り会社説明会で、その会社の社員、場合によっては役員や社長などが、その会社の仕事や業界の説明をするのを聞くという形になります。これはですね、大学の講義と似ていて、パワーポイントなんかを用いて話しているのを一方的に聞くという形になります。次の2番のグループワークについてなんですが、こちらですね、2、3日から長くて1週間ほど行われるケースが多いのがこのグループワークです。知らない学生で3人から5人ぐらいのグループを作って、与えられたテーマに対してディスカッションをして、最後に発表プレゼンをするものです。グループディスカッションについては、グループディスカッションについての再生リストをご覧いただければというふうに思いますが、グループワークの場合は抽象的なテーマよりも、その会社のビジネスに沿ったテーマ、例えば食品メーカーだったらコンビニ向けのお菓子の新商品を提案する、化粧品メーカーだったらドラッグストアに置いてあるこのうちの商品の売り上げを向上させるためにはどうすればいいか、そういったですねテーマが出ることが多いです。そして次ですね、3つ目、職場体験ですが、職場体験は販売現場などであればワンデーで終わる場合も多くあります。一方ですね、本社であれば1週間ほど行われることもあります。実際の社員の業務の一部を経験したり、中には社員につきっきりでその間仕事をするといったものもあります。そして最後の4番が座談会ですね。座談会は会社説明会の直後に行われることが多く、社員と学生が話をする場です。会社説明会の後にも質問タイムが設けられていることもありますが、大勢がいる中ではなかなか質問しづらいということがありますので、より小さなグループに分かれて社員と近い距離でいろいろ話すというのがこの座談会です。リアルの場ではいくつかのテーブルに分かれて行うことになりますし、 Zoom の場合はブレイクアウトセッションなので、いくつかのグループに分かれてやることが多いです。この座談会ですね、先輩社員と気軽にお話ができる貴重な場ですので、 OB 訪問しているつもりで積極的に質問をしていくといいと思います。ただしですね、社員数人に対して多くの学生が参加するため、一人の学生ができる質問は 1、2問というふうに決められていることも多いので、そのあたりは事前説明をよく聞いて指示に従いつつ、空気を読んで行動するようにしてください。では今日は以上です。ありがとうございました。